大変だピ。ちょっと少々お待ちください。すいません。できました。よし。ではお話ししましょう。めいめいのネーム、嬉しいです。やったー。楽しみ見れますか。ありがとうございます、皆さん。うちは今日も可愛い、ありがとうございます。嬉しいです。わーい 嬉しいだけ、嬉しいだけ。わーい。花田しか多分花田やだな めいがいいな、いいかもな。楽しみにおしご、あ、お疲れ様です。嬉しいです。私も今日楽しみでちゃんとお部屋を片付けました 推ししか勝たん。お掃除はがっつりしました。もうちゃんと掃除機もバーっとやってしました。今週末か、あ、片付けじゃない 今週末握手会とかね、本当ですね。この間ちゃ、この間ピンクじゃない なんかピンクの コメントが見当たって、そう、はい、ね、この間オンラインだったのでね、本当にびっくりですよ。早い。久々、ありがとうね。混ざっちゃった 急に正直、あ、本当です。ごめんなさい。これあれだ。そうだ。このショールームの方でやってなかったです。この間フィギュア、そう。面白い。ちょっとつぼっちゃった。今日の配信は10時です。好きなフルーツはいちご、桃、全部です。ねえ、これが全然うまくならない。なんでだろう。はーい。コメントに引っ張られちゃいました。リーナベル、ありがとうございます。そう、ディズニーに行ってまいりました。はい。どうします？今日はどんなお話しします？ そうです。今日は9時半から10時予定です。ね、多分パソコンだとなんかあれです。全然コメントが全部多分反映されてないかもしれないです。めいめいが最近の癒し、本当ですか？嬉しい。やったー。いちごの妖精、あ、キラキラーン。今日すごくコメント早いかも。今日は何食べたの？今日は何食べたっけ？お肉。焼肉行ってきました。リーナベル可愛かった。ありがとうございます。握手会ゲットできなかったおしましたか何かね。あ、どうなんでしょう。わかんないです。会いたいですね。会いたい。なんだって？もうちょっとで。これは諦めかもしれないです。このび、最近メールで質問答え、あ、よかった。もうなんか、質問いただくのって結構嬉しくて、答えるのももちろん楽しいんですけど、質問が結構、豊富？答えたい質問が多いから、なんかすごく嬉しいです。はい、そうなんですよ。可愛いのしてたけど超えて可愛いな 超えました。本当ですか。嬉しい。ミミィのこと考えてるから好きかもしれない。恋かな。あ、それ絶対恋です。ラブー。質問も長文ね。ですよね
そうなんですよ、長くなっちゃった。めいちゃんに習ってな、えらい上手、絶対上手、楽しみです。あったら朝に超えてくる。あら、どうかな。質問すると答えてくれるの？質問の仕方はあ、そうです、あのハッシュタグメイメールでつけてくださると、あの嬉しいです、探しやすいです。質問、最近夢に見る、お、どんな夢でした？嬉しい。テニス、そうなんですよ、好きです。ドラマの基礎の、あら、ちょっと教えてください。私 16B とか全然できなくて、それがカナピンです。できるになるの、なるかなと思って始めたいなと思ってます。たわいもないことだけ、ぜひぜひ答えたいです、たくさん。羊文学の、羊文学さんね、本当にすごかったですよ。もうなんか言葉にならないくらい、なんかもうずっと聞いてたので、やっと聞け、生で聞けて、聞けたっていう、嬉しさが半端なかったです。もう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 幸せでした。でもちょっとすいませんなんですけど、その日レッスンだったのでちょっと疲れてて、2、3曲ちょっとククンってしてました。でも大好きな曲はもう全部聴けたので嬉しかったです。もったいない、本当にそうですよ。そう、癒されちゃってカナピーです。本当ライブは一人で行く派。なんかたまたま、あの私の周りで、羊文学さん大好きですって公表してる方がいらっしゃらなく、あ、一人で行くかと思って一人で行きました。なんか公言してる方がいたら一緒に行きたいです。19期生レーン、メイメイ、5人中ナンバー、確かにオンラインと一緒なんですかね、どうなんでしょう。えっと、私、あ、お疲れ様です。もうありだめ、本当に本当にわかります。楽しい、ありがとうございます。花田メールはダメですか？何でもいいですよ。でも花田メイつけていただけたら見れます。今日前髪調子悪し、ふん。僕も羊文学さん聞き始め、じゃあお話ししましょう。嬉しいね、周りに布教結構してるんですけどね。なんか高校生時代はこの曲すっごいいい曲だから聴いてよみたいなことを結構言ってました。懐かしい。X で返信 OK、 お、どういうことだった？男女比、なんかそうですね、結構半々でした。でも男性の方が多かったイメージあります。一人で行けるわ、全然行けます。トゥ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 、そう、一人行動得意ですね。結構なんて言うんでしょう、一人で行くこと多いです。なんかあれです、お買い物とかお洋服買いに行くときとか結構一人で行きます。前座見ました、最高、嬉しいです、やった、ありがとうございますね。なんか見た方
ちょっと感想とかお聞きしたいです。いろいろ。一人焼肉は、あ、全然いけると思いますよ。余裕。私、一人カフェも行ったことありますよ。一人、そうなんですよ。楽なんですよ。そう、わかります。でも、いいねも返信もちょっと私はしてないんですけど、でもそのメールでその質問に答えてくっていうのをしてます。今私はめんめい垂れ目になるように。そうです、私すっぴんだと結構つり目になるんですよね。なので結構垂れ目に書いてます。すごい昔一人ジンギスカン行って、あー、ジンギスカンはちょっと私も厳しいかもしれない 今までライブに行った、今までに行ったライブは誰の？そうですね、バックナンバーさんとか、あとはなんかフェスにも参加したことがあります。一人ディズニーはちょっと厳しいかもしれないです。ちょっとそれだけは カラオケも一人で、一人で行ってます。友達とか結構ね、時間があんまり合わないことが多いので、時間があまり合わないので一人で行くことが多いです。一人旅をしたことある？ないです。けど、なんかあれです、いい景色見ようと思って、なんか川の方に一人で行ったこととかはあります。一人で、あるんですか、おみちゃんさん。どうでした？気になる。カラオケ何歌うの？カラオケのお箱は？そうですね、お箱、これ沢さんの恋人失格とか、小泉今日子さんの愛、あなたに会えてよかった歌曲とかですかね。カラオケは練習ですね。大体練習でいきます。カラオケあと何歌うかな。でも結構バンドさんの曲歌います。楽しいですよね、結構。パリピではないです 残念ながらパリピではないです。はい、そうですね。おお、一日のお食事参考にしたい。私絶対参考にしない方がいいと思うんですよ。ほぼ不健康な痩せ方 が多いので、最近は結構、そうですね、朝フルーツ、私結構低血圧なのを最近知ったので、フルーツを食べてお昼になんかちょっとしょっぱいもの、しょっぱいというか塩分が入ってるものとか食べたり、夜はサラダ、それかもうお昼にたくさん食べて16時間空けるっていうのはやります。朝はなんかしっかり食べないといけないってらしいので はい、普段はどんな服装？こんな服装？ちょっとカジュアルが多いかもしれないですね。カジュアルめです。私なんか髪の毛がちょっと邪魔になってきた またやす、ほんでですか？太りましたよ、ぷくぷく。あ、白い。ほんでですか？ ねえ、最近 TikTok で目ふ、え、
嬉しいです。やん、もっともっとお願いします。駅の中の立ち食いそば、あれちょっといけないです。結構男性多めじゃないですか多分。今日の前髪、何点、今日ちょっとあんまり良くないので、ちょっと30点ぐらい結構低め、結構低めです。ピンクの、あ、嬉しいです。最近帽子多い、あ、確かに帽子多い気がします。髪の毛はずっとロング、ロングです。でも昨年、あ、一昨年ぐらいにこんぐらいまで切りました。こんぐらいかな。俺の中ではいつも100点やで、ね、あら嬉しい、好き。ゆりぴー、くせっ、あ、結構くせっけなんですよ根元がね、結構そうなんです。フリフリな服をあまり確かに着ないですね。私が着てもあんま可愛くないんです、そうパヤパヤするんです。そう結構パヤパヤ。今日のギャル感、え、どこ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 ですか。結構ギャル感、どこですか、ギャル感じゃない、パヤ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 しちゃうんですよ。結構ずっと髪の毛を触ってて学校の先生に、あ、え、でもなんか記憶ありますよ。結構前、小学生とかになんか体育の授業かな、なんかこうやってこうやってやってこうやってなんかこういう風にやってたら髪の毛いじんないとか言われたことあります。確かみーちゃんいっさって可愛い、ありがとう、嬉しい。パヤパヤ猫ちゃん、え、本当ですか。そう、なんかこれがちょん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 ってなんて言うんですか、今は結構ツヤでね、最近病院の方に行きましてツヤツヤにさせていただいたので結構スンってなってるんですけど、何もしてない時ファン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 って毛がね、おけげが出てきちゃう、おししかかた出てきちゃうんですよ。顔小さいが身長高い、え、本当ですか。でも私152なんで、323ぐらいなんですよ。ヘッドスパとかあります、大好きです、気持ちいい。猫っけ、猫っけなんですかね。でも結構なんか硬いおけけ、高いヒールあまり履かないです、こけちゃうからそうなんですよね。どんな化粧水使ってる？結構保湿っていうのを使ってます。コスデコさん使ってます。結構髪巻くの見たい、いたんじゃうけど、あ、待っててください。握手会で実寸めいめいをちょっとしてみてください楽しみ。なんかもうだいたいお洋服決まったんですけど、なんかどうしましょう。ちょっと皆さん好きなお洋服聞かせてください。待って、もう53分、乾燥、そうなんです、乾燥肌です。握手会そう決めたんですよ、握力9、うわー乾燥肌なんですよ本当に、乾燥肌すぎて。ミジの私服、今週やったメイメイに会える、早く行って会いたい、うん、楽しみです、嬉しい本当に。直接、直接ってやばくないですか、ドキドキ、楽しみです。
かな。モノトーン学校行き、おお、いい、すごいいい。間違ってもかる気をつけてください。制服行きの制服な、だって私も、だって私もう JK の卒業したんですもん。ミミリュウの練り歩き、あ、私が近くに行きました。めちゃくちゃ可愛い系のよ、あ、フリフリ系ってことかな。見た目は JK、 見た目は JK すごい言われますまず中学生、中学生はいい、うん、あの私もうちょっと大人っぽく見られたいななんて言ってうん、かなぴでも幼いく見えるっていうのも、ま、全然いいけど、ちっちゃすぎるの嫌ですうん、大人に見られたいですどっちに見える、ああ嬉しいです。19歳19歳ランドセル言ってみる、ランドセル、あ、もうあえての、え、あり私水色でした、ランドセル赤が良かった、今思えば、あの時は水色でした。園児服似合いそうコスプレですね、はい、年相、え、嬉しいです。それがランドセルのツーショットどうしましょう。ランドセルか、園児服 A な、 A な A な言ってますね。サリーさん並んだら、あ、本当ですか。でもサリー結構大人っぽいですよ。最初会った時も1個しかったか2個下ぐらいかと思いましたもん、本当に。握手会は演じ服でねえ、いつか、いつかしましょうね。うん、身長高く、高くないですよ。身長何センチぐらいの男性がいいですか。え、私より大きかったらどれでもいいです。もう身長ってあまり関係ないですよね、多分。わかんない、わかんないけど150人以下はほぼいない確かに。え、でも身長さは結構好き、少女漫画でよく見る、なんかちっちゃすぎること大きすぎる、こんぐらいの差のもうほぼ半分みたいなね、あの少女漫画のやつに憧れます。ありますね、そういう話ですよね半分はない、半分はない年齢は、何歳でも、何歳でもいきますよ。握手会で少女漫画しようなめいめい身長、え、でも 0. 何とか伸びましたよ、確か。女子が背伸びしてキスするやつねそう、そういうの本当に。でも身長さね、可愛いですよね、本当に。少女漫画見てると本当にちっちゃい女の子可愛いって思うので、あのちっちゃくてよかったってその時は思うんですけど、やっぱりなんか憧れのモデルさんとか拝見させていただくと、やっぱり身長はそれなりに
高いので、私よりはね必ず高いんですよ。痛い痛い。なのでもう欲しいです、身長が。ってことは3メートルくらい。170、170、170ぐらい、170、とか。今152です。なあ、ありがとうございます。ちょっと長めにします。30分ね、早いですね。小さいからは可愛い。ありがとうございます、嬉しいです。あー、 B と JK さん本当にわかります。あれ結構好きでした。身長2メートルになりたいですか？2メートルは高すぎるので嫌です。でもそれぐらい身長を伸ばしたいなと思ってます。欲しいです、身長。お姫様抱っこ、それはありがたいです。ありがたい。メイメイも見上げたい。お、すごい、なんか語呂の良いことをおっしゃった。いいですね。10時だけど、メイメイ大丈夫、ありがとう、大丈夫です、ありがとうございます。はい、メイメイを見上げたい。ちょっとつぼ。ファンの方が得意な方です。得意な方ですよ。結構覚えてます。今日も炎上。ちょっとだけします。5分までお話しして、まあ、10分ぐらいに終わろうかなと思います。身長、でもまだちゃんと伸びてますよ、少しずつ。2メートルのメイメイ、そう、確かに私も想像できないです。なんか変になりそうだなーって。引きそう。ねえ、ですよね。やっぱ2メートルはなくて大丈夫。まあでも数字って結構本当に中身だと思うので、身長は関係ないです。そうですね、160ぐらい。2メートルは目立つ。あ、わかります。うん、目立つ。僕もメンメイの中身も好きよ。あ、ってことは見た目も好きだ、嬉しいです。2メートル握力9のメンメイか。握力ここで入ってきた、面白い。いいですね、ライブとか。そうなんですよ、そこなんですよ。だから昨日はスタンドだったので、あの座ってみれたんですけど、前に立ってらっしゃったらもう私絶対見れなくて死んでました。空何枚、数えきれないです。本当に毎日撮ってるので、ラブよ、毎日撮ってるんですよ。だからたくさん、あ、かわいい、ありがとうございます。人は撮らない、撮らないです。握手会が待ち遠しい、私もです。楽しみ、早くお会いしたいです、皆さんに。本当にカメラやんない、やってみたいんですよ、もうなかなか機会なくて。
着席、はい、楽しかったです結構。でも座ってたからこそコクンってしちゃったんですねきっと。ベースメイクの回数、はい、ぜひ今絶賛作成中なのでお待ちください。ベースメイク、はい、私ね、ほんと楽しみです。握手がどのぐらいいらっしゃるんだろう、楽しみ。メイミーの可愛い超大型巨人、お どういうことだ はい、え、めっちゃ来るよってきっとって、え、楽しみです。見に来れたよ、そう、ドキドキ、楽しみです。どうしよう、握手ちゃんとお話できるかな、楽しみです皆さん。あ、そうだ、明日も配信しますのでちょっとお待ちください。きっと今日と同じ時間9時半から10時ですると思うので待っててください。イエイ、ね、たくさんなんか質問とか送ってくださったら嬉しいです。それでメイメールにて返信させていただきたいなって思うので、ぜひぜひ。ではスクショタイムいきます。ではどうしましょう。たくさん質問ありがとうございます。ガオー、お、ソルジャンさん1番、お早い。ガオー、そうだ、お魚ポーズ、お魚、猫、プロテインポーズ、サメ、明太、ドア、ドア、フルーツ、果たしてこれはフルーツなのか。サメなんで薄め シャーって、シャーってやるじゃないですか。重機ギポーズ。超ドアップ？みーちゃん。両顎ゴクマ、タンポポ、夕暮れ帰り道、街が赤く染まる、メイメイポーズ、めんたいめんたいめんめい、全 然ありがとうございます。変顔お願いします
どうしよう、変顔なんかいろいろあるんですけど。私のこの辺がちょっと やだね、嫌いにならないでください。変顔とか、あ、やっちゃったよ。いろいろあるんですよ、いろいろ もう一回 ダメです。はいはい、終わりです。変顔はまあいろいろあるんですけど、こちらにいたします。はい、まあ、この今さっきやった変顔は後で見返しておきます そうですね、まあちょっとくすってする変顔ですね、先ほどのは。はい、はたやくさんポーズ、残念。拡散、拡散希望じゃないです。寄り目できないんですよね。手使わないとできないです。怒ってるなんか結構怒ってますよ でも私怒んないので、怒ったことないので、なんか注意とかはあるんですけど、怒ったことないんですよ。だからね、はい、鼻だよ なんか変な声出た。残念って言おうとしたんだけど。そうなんですよ。みーちゃん怒らせたら大した、本当ですよ。いやー、花だ からかわれてる 怒ったことないですよ。はーい。じゃあ、にゃん。ねーこ、ねーこ。グーを頭にプンプン。プンプン。猫パンチ。怒らないです。はい、ではいきますよ。13位の方、つよぴんさん、ありがとうございます。前髪嫌です、私お広いんです、とても。早い、ほんと早い。つよぴーさん、ありがとうございます。12位の方、ココリコさん、ありがとうございます。11位の方、チッカーさん、ありがとうございます。10位の方、おい谷のチージさん、漢字間違っていたらすいません、ありがとうございます。お、9位の方、サトシックスさん、ありがとうございます。イエーイ。越谷さん、失礼いたしました。越谷さんのじいじさん、ありがとうございます。はい、8位の方、ひかりさん、ありがとうございます。7位の方、リュウオンさん、ありがとうございます。7位、6位の方、まさまささん、ミミをさばいて刺身が食べたい、いつか食べてください ありがとうございます。
5位の方、そうだ、こうだ。5位の方、たるやきさん、ありがとうございます。5がね、練習したんですけど、あ、逆？そう、これですよね。練習したんですよ。はい、では4位の方、マロさん、ありがとうございます。3位の方、りょうさん、今から身長伸ばしたい 本当です。ありがとうございます、りょうさん。ちか。2の方、2の方、関根さん、握手会楽しみですピ ありがとうございます。私も楽しみです、ありがとうございます。1の方、ドグ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 ダン、レンくんさん、ありがとうございます。わーい、めめおいしピ、ありがとうございます。ではランダムで3つほど、はい、行こうかなと思います。はい、では行きます。ちょっと ASMR では行きます。はい行きます。では65から行きますね。ゆうみさん、ありがとうございます。ここへちょっと ASMR はい、65位の方、ゆうみさん、ありがとうございます。では今日は4月22か、4足す22は26、発音面白い。あ、はい、26位の方、この間も26位だったような気がする。やおやろずさん、ありがとうございます。ありがとうございます。やおやろずさん、滑舌が気に入って、気に入りました。面白い。ちょっとこれ握手会ねしません、皆さん、ありがてよって言った時、あ、あれね、 ASMR、 え、よくないですか。ではラスト、目つぶっていきたいと思います。どうしようかな。これだ。あ、すいません、あの結構上位の方になってしまったので、あのすいません、もう一度お、33位の方、坊主さん、坊主さん、ありがとうございます。知ってるかも、知ってるかもです、坊主さん、ありがとうございます。ゆうが、ありがとうございます、嬉しいです。いや、嬉しいですよ。 ASM、 あ、ぜひ、間違えてちゃう本当ですね。はい、指の、あ、そうよ、私指の長いです、きっと。はい、ではそうですね、終了したいと思います。で、明日も配信するので、ぜひ来てくださると嬉しいです。明日はどんな話しましょうね。まあ、たくさんその時にいろんなお話をしましょう。はい。はい。ありがとう。こちらこそです。スクショポーズ？何のポーズだろう？これ？
ショートスリーパーメイター役ありがとうございます。はい、寝ます。投げキスか。はい、ハマりすぎ間違いないです。はい、ではおやすみなさい。では皆さん今日もお疲れ様でした。結局5時、あらまあ、くくくく、面白い面白い。ではまたねです。たくさん皆さんお休みくださいね。ありがとうございました。笑顔もしないです。ではわー。あ、ちょっとコメント見てました。すいません。コメント見てました。はい。英雄見てたい。はい、ではおやすみなさい。